サワークリームと胡椒を添えたトーストジャガイモに、サワークリームとチリソースを加えた料理スモークサーモン、チャイブ、クリームチーズサワークリームと、キュウリサワークリームとは、生クリームを乳酸菌で発酵させることで作る、脂肪分に富む、乳製品である。人工的、または自然な発酵により製クリームは、爽やかな酸味とコクを得る。サワークリームは、軽い酸味であるが、名前の、サワーは、 乳酸菌による発酵生成に由来する。生クリームから作られるサワークリームは16から21%の脂肪分を含み乳酸菌による独特の味を持つ。サワークリームにはゼラチン、レンネと及び野菜酵素などの追加成分を含むものもある。ライトサワークリームは通常のサワークリームに比べて脂肪分40%減で 生クリームと牛乳を混ぜて作られる。無視サワークリームはコーンスターチ、ゼラチン、カラギーナン、グアーガムなどの増粘剤により濃くしている。3月8日は日本におけるサワークリームの日で日本で初めてサワークリームの開発に取り組んだ乳製品メーカーが制定した。サワークリームは完全に発酵していないため冷蔵保存しなければならない。 他の乳製品同様に通常賞味期限付きで販売されるが、期限が販売、賞味、消費であるかは地域により異なる。サワークリームの表面にカビが生えることがあるが、チーズと異なり、表面を取り除いて使用することはできない。主としてヨーロッパ及び北アメリカ料理に使用され、サワークリームは調味料として使用される。伝統的に焼いたジャガイモのトッピングであり、 刻んだチャイブが添えられる。クリーミーなサラダドレッシングのベースとしても使用され、また、ケーキ、クッキー、米国のビスケット、ドーナツやスコーンの粉に加えての焼き調理でも使用できる。中央アメリカでは、サワークリームと類似したクレマが、朝食での主要な材料である。南アメリカのコロンビアでは、アヒアコに好みでかけて食べられる。サワークリームはまた、 フレンチフライやクラッカー用のオニオンディップのような様々なディープのベースとして使用される。ウクライナ料理及びロシア料理では、サワークリームやスメタナは、ボルシチや他のスープに添えられ、ピエロギの調味料であり、ビーフストロガノフなどの料理に用いられる。テックスメクス料理では、ナチョス、ブリーと若漏れでクレマの代替品として使用される。ハンガリー料理では、 ソースの材料やハム入りクレープのレシピに使用される。発酵バターの原料とされる。東欧ではお菓子にも利用される。クック、エスシソーラス、カルチャードミルクプロダクツ。ありがとうございます。